皆さんこんにちは、増田敏夫でございます。いつも増田チャンネルをご覧いただきまして、ありがとうございます。不思議なことには裏がある、真実があるということで、いろんなことをお話しております。今日はちょっと話は古くなりますが、自民党の安倍派と二階派がこの パーケンですね、パーティー券ですねのキックバックを、まあ、人によって金額は違うんですが、何千万という人もいればですね、何十万という人もいるんですが、いずれにしてもですね、そのキックバックの金額、これをこの政治資金規正法に基づいたその報告の義務を怠ったと、まあ分かりやすく言うとですね、裏金にしたということで、これが問題だということで、まあ騒ぎになってですね、そして39名のまあ安倍派、それから二階派を中心とした国会議員の方が処分を受けたということなんですね。不思議なことは、実はですね、これはまあ政治と金の問題なんですが、こういうその裏金の問題はですね、いろいろ過去に政治と金の問題ということであるんですが、古くはリクルート事件というのがありまして、30年ぐらい前ですかね、細川内閣の時なんですが、これはもう大変な問題だということで大騒ぎになったわけなんですが、その後すぐその政治資金規正法を改正して、二度とこういうことが起きないようにいたしますということで収まったんですが、古くは造船疑惑から始まりましてね、あれやこれやですね、大きな騒ぎになる政治と金の問題というのはもうこれ消えないんですね。政治があればそこに政治と金の問題ありというぐらいですね、もうついて回るような問題なんですね。しかしその政治と金の問題の中で、このキックバックあるいは裏金というのはですね、もう日本の歴史上、政権史上ですね、こういう類の裏金というものは多めに見られてきたわけなんですよ。というのはやはり選挙地盤のですね、お世話になった方が亡くなればですね、お香典を、大吉さんがお香典を持っていくということはもう社会通念上当たり前のことなんですね。じゃあ領収書をね、お亡くなりになった遺族の方から領収書がもらえるんですかという話なんですよ。だからそこに使われる金っていうのは裏金なんですよ、ね、領収書をもらえないんですから。また結婚式だとおめでたいですねと言って、いろいろ花を送ったりお金を持って行ったりですね、いろいろしますけども、これも領収書はもらえないんですよ。もう言えばキリがないぐらいですね、まあ、広い意味での政治活動の中で相当のこの自由に使える金、すなわち裏金というものがないとですね、政治活動がしにくいということ、それからまた政治規制法、政治資金規制法でもですね、国会議員の自由な政治活動を規制したり抑制したりすることはできないというふうになってるんですよ。で、政治資金規制法というのがちょっと変わった法律でしてね、この法律の根本的な、なんて言うんでしょうか、考え方が違うんですね。ちょっとご覧に入れますけれども、これ政治資金規正法と書いてますね。で、規制っていうところの木の後に正しいって書いてますね。それから騒音規制法っていうのもあるんですよ。もうその近所に迷惑かかるようなですね、騒音出してはいけませんという、まあこの規制の場合は制という字ね、制限するというですね、やってはいけないという制という字が使われているわけなんですよ。ところが政治家さんのこの政治資金に関する規制法は正しいという字が使われているんですよ。これ なぜだかわかります、うん、今までいろいろこの国会で法律ができまして、なんとかかんとか規制法というのはもう万とありますよ。なんとかかんとか規制法ですよ。もう全部この制する、制限するという制が使われているんですよ。で、正しいという字が使われているのは政治資金規制法、これだけなんですよ。なぜだかわかります、制限する方の法律の場合は、前提として騒音、ね、騒音を出すと、ね、人に迷惑をかけるのがいるということが前提になってるんですよ。だから制約説なの、ね、政治家さんの場合はですね、もう政治家はみんな善人なんだ、ね、国民のために、ね、命を投げ出して働いてくださってる、立派な先生方なんだと、だから性善説なんです。初めから政治家さんというのはもう悪いことをするということが前提になってないんですよ。いいことをする人間なんだ。ね。だからいいことをする人間と悪いことをするかもしれない人間との言葉の使い方が違うんですよ。ね。
これちょっと面白いというか、これ事実ですからね。じゃあ政治資金規正法のこの規制っていうのは一体何を意味するか、正しいね、正しくするしてくださいということなんですよ。もともと正しい方なんですから、正しい方にですね、不正をするなとかああとかこうとか規制することができないんですよ。もっと具体的に言いますと、政治活動をする上にそれをですね、制約するようなことをしてはならないというのがもう原則なんですよね。だから分かりやすく言うとですね、政治団体でお金が入りましたと、それを家族が運営しているこの団体を作りましてね、そこへお金を移すと、そして家族のところへ入ったお金を家族で使うと、まあよく考えてみると、お金出した方は政治活動のために出しているのに、結果的にはご家族がその使っているという事実いくらでもありますよ。しかしこれは違法じゃないんですよ。政治団体ね、それぞれの国会議員の先生は政治団体持ってますから、その政治団体は家族その他が運営する団体にですね、金を移動しても構わないということになってんですよ。合法なんですよね。また国からもらう政党助成金というのがありまして、それが国会議員のところに来ますね。これは国民の税金ですよね。それも自分の所属する政治団体の口座に入れまして、そこから入ったらもう家族の方に回そうとどうしようと、まあ自由というマネーロンダリングですよ。これができるようになってるんですよね。できるようになってるってことは、そういうことはしないということが前提ですからできるんですよね。もう初めから怪しいぞ怪しいぞとね、とにかく不正なことをする恐れがあるからという前提に立ってれば、もうあれをやっちゃいけない、これをやっちゃいけないと、こう罰則はこうだとこうなるんですよね。だから騒音防止法っていうのはもうみんな騒音を出すと、そういう悪いものがいっぱいいると、だから悪いものを相手にした法律なんです。で、政治資金規正法は立派なお偉い方を対象とした法案なんです。だから中をずっと読んでいくとですね、何でもできるようになってるんですよ。で、その基本にあることは、お偉い先生がね、政治活動をすることを、あれやこれや制限してはいけないと。だから、まあ、ある意味ではザル法なんですよ。まあ、よくザル法だなんて言われますけども、全くそうなんです。だから、最近ちょっと話題になって、まあ、話は消えましたけど、安倍晋三先生がお亡くなりまして、安倍さんの政治団体っていうのがあるんですよ。それ、奥さんに、譲渡、譲っちゃったわけですよ。ね。で、まあ一部マスコミが騒ぎましたけどね。これはちゃんと政治資金規正法に認められたことですよ。で、しかも譲り受けた奥さん何億受けられたか知りませんけども、譲り受けた方の奥さんはこれ非課税なんですよ。所得にならないんですよ。これもちゃんと法律で認められていることなんですよ。だから、常識で考えて悪いことをしてとんでもないと、政治資金規正法違反だというふうに国民の皆さん思うかもしれませんけども、政治資金規正法を全部読んでみてくださいよ。ザル法そのものですよ。何でもできるんですよ。だから違法じゃないんですよ。違法とすれば世間のモラルに侵害したね、モラルの上で正しくなかったって言えるかもしれませんよね。しかしながら法的にですね、言えないんですよ。ただ今回の問題は、その国会議員に裏金として入ったお金が派閥から入ったから、はっきり金額が分かっちゃってるわけですよね。だから安倍さんがこれはちょっと裏金にしないで一応記載した方がいいというふうにおっしゃったんですよ。ね。これは派閥のトップがそう言うんだから、他の幹部は全部従わなきゃいけないんですよ。で、なんで従わなかったんですか、ね。慣例だからですか。慣例があるのは安倍さんだってみんな知ってますよ。で、辞めた方がいいと安倍さんは言われたんです。で、誰も辞めなかったんです。なぜか知ってます。それは安倍さんの上の人の指令ですよ。指令っていう表現は良くないかもしれませんが、安倍さんよりも力の強い派閥の、安倍さんの派閥の中で、安倍さんよりも力の強い人がいますね。皆さんご存知の通り。その人が、そんなことする必要ねえよと。こう言って、それだけの話ですよ。しかし、今、検察が入ってるわけですからね。いろいろ、その事情を話すと、そのお偉いところへ、波紋が行くから、まあ、ここでパッと処分して、この話は終わりにしなきゃならないんですよ。国民の手前じゃなくて、誰かさんの手前なんですよ。ね、そういうことも一つ頭の中に入れておいた方がいいんじゃないですか。来週はですね、なんでこの何でもない通例のことがなんで、2022年の11月に共産党赤旗からこれが詳細なことが発表になったのか、共産党は一体誰に言われて、あるいは誰の意見を聞いて、あるいは何を考えて、この何でもない取るに足らないことを、裏金ってのは必要悪ですから、それを共産党もよく知ってますよ。ね。にもかかわらず、なんでこれをその発表して告発に至ったか。なんで11月の22日だったのか。このことについて月曜日ですね、詳しくお話をします。
ところで、ヒントとして一言申し上げておきますが、その安倍派の会長、安倍晋三氏がお亡くなりになったのが2022年の7月の8日です。共産党が安倍派と二階派の問題を暴露したのはその後です。それから自民党の派閥の力関係がどういう風になったか、ね、この辺のところをですね、また来週改めてお話をいたします。私の話がね、面白いというふうに思ったら、皆さん方お知り合いの方にね、増田俊夫っていうのは面白いから、お前ちょっと聞けよと言って、ぜひともですね、私のこの YouTube をですね、見る人を皆さん方増やしていただきたいね。私は私なりに本当のことを言ってますからね、本当のことが一人でも多くの方に伝われば、それが私の幸せであります。そういうことでございますので、今日のところはこの辺で終わりといたします。